2024年3月の8日、20時19分、ちょっと時間が空いているのは、佳子様へのメッセージなんですけども、佳子様って言っただけで、やっぱりこの辺が変にちょっとなりますね。佳子ちゃんって言った方がいいのかな。いや、だから時々、ムスリム離れましたね、佳子ちゃんって言って。昔は、そう、まだ明るかった頃の時間帯に、なんか恋愛相談みたいな形で話しながら帰ってましたよね。まあ一応まあ敬語で喋っておきますけども、それだったらつくんでくっついてきよう。いや、今もう涙が出そうになってる。で、その、ちょっとね、重要なこといっぱいある。で、まあまあ、その時、まあ恋愛相談の話をしていて、その内容をはっきりと覚えてるかって言ったら、覚えていないで、今日予報すれ違った時の青い着物、まあ青い色の着物で合ってると思うんですけども、そのマスクをしていて、顔もだいぶ変わってる佳子様であるとするね、するのであれば、まあ佳子ちゃんでもそうなんですけども、で、その後重要なのは、自転車に乗った男5人組に絡まれてる、もしくは6人かもしれない、途中で数増えてるかもしれない。で、こっちはストーカー行為法違反をされて、絡まれてる。で、そいつらがジャニーズになってる可能性がある。昔そういうような行動を行った後、その、もう本当にもうみんな悪いこと絶対しちゃダメ。もうこう、期間を持って、絶対淡井さんと話してあげてくださいとか、そういうふうな形で、いや、もうそいつらも関わろうとしちゃダメ、本当に。本当、ややこしいか、本当に。佳子さんもこの時代、本当に、その、この間、以前言った言葉が、その電波の声にしても、そのままついてきてください。だとしても、それ、相手はっきり返事してもらう、佳子様かどうか返事してもらわなかったら、怖すぎて無理だ。それはそれで、エロ業界のやつかも分からへんから、そんなの。マスクだけしてたら、目元だけだと分からへん、本当に。もうこの喋り方でちょっと、ちゃんと重要な内容。一番重要なとこ、本当にこの人をこれ以上危険な目に合わせたらダメだっていうところ。もうそれ一回されたら、ものすごく危険だから。本当に。すいません、分かって。期間。さっきの、はった、こう、ちゃんと喋る、状態の時に、じゃあまず話をしましょうとか、なんかもう勢いよく言ってくれたらいいから、昔それ勢いよく覚えてるの、学生の頃。第三者から見とった。何回もあの歌、何にしゃほんなことしたのに。そんなこと道端で練習しとった。ドラマになんか出られん。別の人間とかでも、男性同士でも言われてる人間を言われて。もう覚えてないか、もう。いろんな男性と恋愛相談して。帰り道ぐらいしか。あれからどうなったいや、一応心配してくれって。もう、15年以上はいないですけども、昔、だからその20歳ぐらいの頃、いろんな、まだ阪神淡路大震災から間もない頃で、その間、ちょっと前まで仮設住宅暮らしで、前回の家屋もほったらかしになって、で、公営住宅に住んでいましたと。で、まあ、働いていると。で、帰り歩きながら、送迎バスが岡場駅にフルーツラバーク止まってたんですよ。で、そこ降りてから帰るまで、まあ、20分ぐらいの時間ありましたから、まあ、相談乗ってくれた人とか、だから、もしかしたらその中にすでにいないな。僕も変な妖精出したんです。そのドラマに出られへんとか言ったやつ。その言葉が本当か嘘かっていう。最初からもうドラマ出たとか、そこそこ名前通ってる人、一緒によく歩きながら相談乗ってもらう。案外そういうところからだったら面白半分で話食いついてきたのか、まあまあ気軽でいいんならっていうところで、そんな何も話してない。小田裕二さんもそうだったかもしれない。小田裕二さんも僕がテレビ見た瞬間、昔、まあ陸上関係のね、解説というか、コメンテーターというか、まあ、世界陸上とかで、特に TBS で、番組出てたんですけど、僕がテレビつけた瞬間、察知して、来たーとか言ってなんか言っていた。わかんない。昔の小田裕二さんかもしれない、相談相手が。いっぱい言う。それ言い始めたフルーツブランパー。
同性同士の何人相談す。よく考えてグレイのテレさんとか本当はそうだから、そう。それテレビつけても彼の場合そうだから。テレビの全然知らないアイ今でもこんな人全然知らんっていう、まだもう絶対違うよって、ここ十何年間、まあちょいちょいどうか働きに行ったりとかしてますけども、この間は中貨物さんっていうところに、そのサドレスタイヤのホイール付きのものをトラックに積み込んだりとか、下ろしたりとか積み上げたりとか、そういう仕事してましたけど、その時に歌手の夜遊びっていう、人の男性の方がね、会いに来たんですけども、僕も日本電子さんだったかな、もともと家電メーカー関係のところの人材派遣会社のところから、仕事しに行ってすぐの頃だから、そんな現場で喋る余裕ない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 、そんな余裕ないって、だからそれはね、いや来てくれたらいいけども、って僕もここの仕事来たばっかりだから、人材派遣会社の方から来てるから、その仕事中に喋ったりとかできないっていうことで、よかったら、その僕と話したいんだったら、ホームページは YK ですけど、いいっていうところに僕の電話番号書いてるからと。で、そこを、の番号見て、僕の方に電話かけてくれたらいいからと。基本的に、電話出るときは出てるからと。いうことを言ってたんですけども、もうその、音沙汰なしです。じゃあ、もう、よくわかんない。その、彼も何しに来たのか、僕も全然わかんない、本当に。意味が。もう朝一番最初で、他もだから中本さんっていうところは、そのいろんな運送会社の人たちを相手にしてるんですね。だから早くトラックに積み込んであげなかったら、その人たちがね、回んなくなるでしょ、仕事いついつまで届かないとかあるから、だから早く到着したトラックに次積んですぐに出発させてあげなかったら、駐車場にトラックが溜まっていくでしょ。本当に大変なことになるから、本当に朝からそんなこと言われても困るっちゃ困るから、本当に、でちょっと話戻しますけども、ちょっとあんまり我々話混ぜると、さっき話した内容忘れちゃうでしょ。今重要なのはもう一回思い出してもらって、昔、カコちゃんと、一応あれ、学生服でしたっけ、どうでしたっけ、もう僕は覚えてない。写真でも撮っとかなんか無理だから、今やっと、そういえばなんか若い頃、なんか恋愛相談だとか、いや、最初ね、いや、もうどんな話してたかはもう、わかんない、覚えてない。で、イオンモール、そうそう、で、今日、だから、過去さんも何回かその青い着物服バージョンかな、それで横通り過ぎてるでしょ。でイオンモール行った時にレジは複数ありますよ。でどこのレジを使うかっていうのははっきり言って分かんないじゃないですか。僕もいろんな列のところ並んでるから、その日によって、で自分がやっぱり通ったところは谷口っていう男性の眼鏡をかけた男の子のレジで、まあ男の子って言ったら変かもしれませんけど、僕はもうだいぶ年齢がね、今年で47歳なんで、僕から見たら男の子みたいな感覚になってしまう。多分彼が学生ぐらいの頃から働いていたんじゃないかな。だから神がかり的な力で全員ハマってます。本当に最悪買うものまでハマってる可能性あります。でその一回返事をしないで通り過ぎるっていう癖をつけると、ずっとそれするから、佳子様の方が言葉で返事するっていう癖をつけなかった、これ絶対無理。本当に昔も子供の頃に社会人になるとして一番気をつけておかなければならないことっていうのは朝の挨拶、まずそれ。本当に同じ会社で働いてるのに他の部署だからっていう理由だけで全然話しなくなっちゃうから、もう会社そうなってしまうとみんな個別でバラバラで動いていて、全体状況なんかみんな把握できてないの。で、それは社長がとかそう考える人いるんですけど、社長は社長で現場一緒に入ってみないとわからないっていうことを言い始めるんです。わかります？
上がとか下がとかじゃなくて、全員自分たちでそこの会社のことをしっかりしようとして、しようとしていこうと思ってるかどうか、まずそこなんです。本当に。だこの件に関して、佳子さまが危機感を持って、早く対処しなきゃなんないなっていう危機感があったら多分返事できる。で、以前電波から聞こえてくる声で、そのままついてきてくださいだったら、それで遊ばないようにしようとしても無理だから。無理、こっちの神経は持たないのと、で、今日、別に遊んでるわけじゃないけども、その動画でね、あの僕みたいにあのいろんなところを撮影しに行ってる人たちがいて、で例えば神戸電鉄の丸山駅を降りてからもうすぐ出たところがね、もう廃墟になってるんですよ。でそこは金属回収地点でもあって、建物を解体したら蒲田発電用の木材が出てくる。まあこういうふうな形になる。で周りの風景とかも撮影してくれてるから、あ、竹やぶいっぱいあるなと、こういうことがいろいろ分かってくる。枯れてるだけとか、倒木を集めるだけでも、その近く、神戸電鉄っていうのは、新海地があって、港川駅があって、その次に、長田駅があって、その次に丸山だったかな。日踊り越え丸山だったかな。丸山と日踊り越えが僕もどちらか順序どうだったか、もう降りたことないんですよ、そこの駅で。丸山駅も、日踊り越えも。自分でその駅降りてみなかったら、やっぱり駅の順番とか分かんなくなるんですよ。で、そういうふうな動画を、見ていて、まあ、いろんなところの廃墟とか、例えば、1980年代の瀬戸大橋が開通する前にね、40億円かけて、ホテルを建設しようとしていって、そこは、即座に、止めにかかって、内装までたどり着く前に、その工事は中止。あと総工費400億円とか、そういう見出しの、その彼らが撮影に行ってる動画で、それはね、和歌山県の、もともとが美術館なのか、宿泊施設なのか、よくわからないんですけども、ホテルなのか、それを一体化させたのか、いや、もう見た目でわかるんですよ。どちらへと建設代含めても400億円はしません、あれは。だけども、オープンして赤字をどんどん重ねて、でそれで多分400億円になって、でその後どこかの都道府県の方から、市かもしれない、30億か40億出してもらって、まあ、何十億か出してもらって、そちらのものに、してもらって、言われてること分かります？だから水面からどんな話があったのか分からない。もともとどういう風な流れでその建物を作ったとか、なんで他の県がお金出してそんな赤字出すもの買わなきゃならないの、よその都道府県のって。だからそれも、もしかしたら彼らも、こう誰かに聞いて新聞記事とかを見て嘘を教えられてるのかもしれない。これはもうあると思う、テレビのニュースがあの放送の仕方だったら。で、まあその中とかをね、許可もらって撮影していたみたいなんですけども、だからまあまあ廃墟関係とかいっぱいあります。もう想像以上に昔から、もう僕は小学生の頃から、もっと前から多分そうだと思う。ずーっとみんなめちゃくちゃ。何にも考えてないから、後先のこと。お金握った議員さんとか。もう今の万博見たらわかる。そこ危機感。ここで返事しなかったら大変なことになるって、世の中は。それ皇族の人がそういうところから逃げ出しちゃったら、絶対無理なの、この世の中。皇族の家系の人が基本的にこの世の中を治めてきたんだから。もう何回も話しました。ね。関白の頃から天皇家の子孫の人たちが関白についてるんですから。政治司さってるんですから。源家も平家も天皇家の子孫。もう昔からずっとそう。フェイクの戦話とかでごまかしちゃダメ。本当に。各大名も本当は投げ出してきた方。だからまあ、浅井長政の子孫ですけども、私の母親がね、浅井春子でしたから。まあ、私の祖母が浅井聖子という名前だった。まことの方ですよ。まあ、滋賀県の、琵琶湖のね、小さな谷と書いて、小谷城だったかな。読み方がね、小谷と書いて、なんと読むか、
小屋城だったかもしれないし、ちょっとね、小谷だったと思うんですけども、まあ、とにもかくにも、まあ、もしかしたら、ものすごい遠縁なのかもしれませんけども、まあ、そこまで行くと、あんまりもう、まあ、親戚という範囲ではもう絶対にない。まあ、今日、まあ、わずかに収穫があったとするのであれば、もう僕もいつまで覚えてられるかどうかわからないんですよ。帰り、その横に、だからこれ、笑い話で、前言いましたよね。SD カード送りませんでしたっけ？その時に限って SD カードも届かなくなりましたっけ？あれ、いつからしてましたっていうことになるのと、わかんない、あの青い着物着た人。いや、今考えたら過去様かどうかもわかんないんですよ。今疑って別の誰から、誰それかなとか思ったら、やっぱりもうわかんなくなる。自分が。だから疑われるようなこと絶対お互いしちゃダメなんです。いろんな意味で。だ政治的に、政治というよりも、その、自分たちの立場とかを考えて、絶対投げ出しちゃダメって。河川、水門、海式、山発電、地下水流、トンネル発電、あと、かまど発電もそう。かまど発電とかを分けてないから、バイオマス発電の中にかまど発電みたいな話になってしまってる。あの、木材のチップを燃やして、燃やすもの。違う、バイオマス発電っていうのは、下水処理場の汚泥と生ゴミでメタンガス。ね、僕は言った。縦横、縦じゃない、横と奥行きが100メートルずつで、高さが15メートルの貯蔵タンクを、四角の貯蔵タンクを作った方がいいって。で、ガスは圧縮して、まあ、もしくは、もうハンドルぐるぐるでもいいよ。とにかく電気使いたくないから。地下タンク。地下タンクだったら絶対爆発しないから。ガソリンスタンドは全部地下タンク。爆発はない。給油ノズルからのガソリン漏れに引火して発火した例はあります。地下にタンクを入れておいて、ね、空気が中に入っていなければ燃焼は発生しないんです。それ大気中に出てるから、要するに給油ノズルから漏れたりしてるから外気があるから引火するんです。だから都市部でも作れるんです。これ僕は20歳ぐらいの頃に言った。何も進んでない。じゃあ、ほんと、僕ら世代、僕とか、かもう、皇室の人たちは、ね、もともとは、皇族としての、まあ、要するに、今後ね、悠仁さまが、天皇陛下になるとして、年齢的にもう絶対そう、もう誤解もそういった話通ってるから、普通に考えたらわかるって、もう彼にも、もうこれ以上こんな話ここでしてたら笑われるからって、新人の議員さんとかに言ってくれてます、本当に。で、それも、もう何年か経過してまだ分かんなくなって言い出す人とかいるんですよ。新しく国会議員になれた人なのか、本当にもうその話を忘れてしまった人なのかどうか、普通に考えたら分かります。ホミート様だって、その70、80を超えて働きたいかって絶対そうじゃないから、どう考えても、被災人様なのと、あと、それと、年号、あんなにコロコロ年号か。西暦の。みんな分かんないから。昭和63年って西暦何年でしたっけ？平成11年って何年だったっけ？なるやんな、なるやるって平成21。何年でしたっけ？わからん。平成31年ってここ近年やけども、令和6年、6年か6引くだけでよかったっけ？2018年でしたっけ？いやー、正直よくわからへん。表で見てみると分かる。一年ぐらいだったその方だと確認せ方間違えると思うわって、最悪2年間違え。年号のことですよ。いや、本当にもうこういう状態だから、分かんない。いや、顔がだいぶ、まあ、過去様だとしてもだいぶ顔が崩れてるんでしょうけども、分かんない、本当に。いや、もう返事しないっていうパターンが一番危ない。で、そのまま、もし違う人間で、だからそのままついてきてください。絶対あかんから、自分で口から言って、身分証明書、僕も、だからそっちが言ったらいい。青井さんだったら身分証明書提示してもらえますかって言ったらいい。そう。僕、運転免許証とか見せるから。で、まあ、なんならホームページや YK つけるに見せて、ちゃんと説明するから。だからもう、この服装とかで、こうと。わかったでしょ、絶対に。ないから、コートあれ以外。
もう黒ロングコートとかも捨てたから捨てたというか洋服の春山さんにもう持って行ってもう無料でいいですよって引き取ってもらったら、向こうも慌てて下取りセールとかで、それただ安くで、いやスーツ買う時だったら値引きできますよとか、まあそういう返答していただいたんですけども、一応まあ若い頃にその後輩に大阪連れて行かれて高級って勧められたというか、なんかもう話の流れ的に結局買う形になったんですけども、ベルサーチの一番弟子のベリーっていう人の、いやいや、まあ、だからもうその話も僕もブランド業界詳しくないから分かんないんですよ。そこの店員さんがあんまり聞くとちょっと冷や汗になりながら、いや当店ではそういうことで通っておりますが、他の店舗で何か言われましたでしょうかってこう聞いてきて、いやまあ、まあ、こちらとしてはそこまで言うならそれでいいということなんですが、さようでございますかっていうことでみんなお互いに不信感になるわかんない、その今考えたらそのベリーっていうブランド名が何なのか僕もよくわからない、ただ値段はびっくりするぐらい高い、10万円以上した。まあ、もうそれは黒い服、黒色だったから、もうこんな縁起でもない、もう置いてたら置いてたで丈夫に作ってあって、もう着ただけ重たいんですよ、すんごい丈夫に作ってるから、着たら着たらあったかいから黒いのなんか着て歩いとったらあかんわって、これはその絡んで来られる連中に対して黒い服だったらいいんですけども、そいつに対してはもう服やって、だからね、基本的に黒自体は絶対着ない方がいい。そこは僕も肝に銘じて、十何万したものすごい豪華な上面作ってあるすごくいい生地の黒いロングコートですけども、それはもう春山さんにあげました。もうあげたでいいです、もう本当に。まあ以前もこの話しました、まあ覚えてらっしゃったらの話なんですけども、もう話長くなるからもうこれぐらいにしておきますね。以上です。でこれで横取りすぎた人が神様じゃなかったんだったとしたらよくわかんない、もうそれはそれで記憶取り戻せるっていうことになるわって思うか。その件も有馬警察署に相談しに行って、今までの件、あその話やったら俺が聞こうなんていう人がいて、それやったらそれで別の人でも記憶取り戻せるっていうことになるわって、それハケ覚えてる、ハケ覚えてますよって思い出しました、やっぱりこれ当人ちゃうかって、やっぱりだいぶ顔変わったりするし、で僕も今日顔のグレード落ちてる方だから、佳子さまも顔のグレード落ちてる、これだったら分かるんですよ。まあとにもかくにもただもうそんなにもとりあえずもう最初の出だし顔もだからあんまり気にしないでいいでしょ。ちょっとこれ持たない、本当ある程度その楽な部分というかこう進めたいこととか進めようとしなかったら無理、だから代わりに撮影してくれてるようなもんだから、そこの動画にアクセスできるようにとかしたりとか、やっぱりもう僕のホームページある程度増えていくから、もうだいぶ作り直して、例えば自然再生可能でいいっていう欄にアクセスしたら別の欄に、例えば下の方の欄とかに、例えば、バイオマス発電関係とか、そういうふうに何とか全部作り直した方がいいと思う。びっくりでしょ？奥行きと長さ100メートルかける100メートル、高さは15メートル。いまだに丸円筒状。あれまた地震来たら、また多分根元からボキって折れるときは折れると思いますよ。それ千葉県の東日本大震災かもっと昔の時の地震で、丸い球体のタンクあるじゃないですか、あれ200万リットルぐらいか2000万リットル、タンク大きさそれぞれあるんですけども、僕もその200万リットルのタンクがどれぐらいの大きさなのか現物見に行ったことがないかわからないんですよ、比較ができないから。まあ根元がね、柱
金属の柱で支えてますけども、あれ中空洞なんですよ。だ液体が、地震で揺れた時に中で液体が暴れるんですよ、揺れるから。それで振動でその重さがね、あの重心があちこちに変わるでしょ。そしたらあの丸いタンクって根元ボキッて折れるんですよ。で引火で、割れて、重さが重量がとんでもないから、だから金属もとんでもない重量だったら穴開きますから、そんなに分厚く作ってないで漏れて引火して大爆発した件が1回ありました。で東日本大震災の時はその件が昔あったから、海上から海上保安庁が放水するっていう形で、燃料タンクに向かって放水してたんですけども、あれが、水だったら余計危険、油の方が比重が軽いから絶対表面に浮くんですよ。だから昔の映画とかで燃えてる海とかを表現してるのはあれ油巻いてるんですよ。で油膜は必ず水よりも比重が軽いから上の方に浮いてくるんです。でそこにだからかなり火つけたら火つくんですね。それ東日本大震災見たら分かる。それは、千葉県じゃなくて、宮城県の、どこかの湾のところで燃料タンクが多分漏れたんだと思う。あれだけの津波が来たら絶対そう。で、その灯油かガソリンどちらか、まあ軽油も含めて、海に漏れ出して絶対もう全部海の上に浮いてくるので、どっかで火災が発生してるでしょ。でどっかで引火するから、だから火の海になるんです。あ、本当は頭で地下タンクそんなに穴掘りたいんだったら掘ってる。東京もともと資源の獲得、もう都ができたところみんな地面の、そこ穴だらけ。もう全部正直に本当のこと言った方がいい、その方が分かりやすいから。でちゃんと 僕の言い分がある。僕はちゃんとそう生きてきた。どうしても仕事でいる人だけ車乗ったらいいって、それ以外は車とか、オートバイとか売却したらいいって、僕はちゃんと売却してる。これ計算原理でもそうなる。仕事上でもそうですけど、分かんない。だからこんなにこの周り仕事がないのに、なぜ車乗ってる連中はこんなにたくさんいて駐車場がたくさん出来上がってるの、これが全く分からない。何か昔おかしなお金の流し方を多分したんでしょう、国が、もしくは銀行、まあ本当は国の参加で動いてるか。そう、もうこれぐらいにしておきます。まあ佳子さまと、子供の頃に話した内容、思い出した帰り道、明るい頃、その頃は学生だった。で足音また聞こえた、いついつこれ見ながら、でこれで一旦一時的にもう